シムタウンは1995年にアメリカ合衆国の幕室から発売されたパソコン用経営シミュレーションゲーム。オリジナル版はマッキントッシュ及び Windows 3X、Windows 95用ソフトとして発売された。同社のシムシリーズの一作。都市計画によりがを創造するシム式とは異なり、箱庭の中で建物を建造する内容となっている。また、 金銭の概念がなく、木材と水のみで建造物を配置できるようになっている。開発はマクシスが行い、プロデューサーは後に、新パークを手掛けたクレアカーティーン、音楽はカルメン・サンディエゴを追え、お手掛けたジョイ・エデルマン、アートディレクターは、シムシリーズの複数作を手掛けたジェニー・マーティンが担当している。1996年には、OS に移植されたか。 スーパーファミコンにも移植され、シムシティジュニアのタイトルで発売。イラストはイラストレーターの藤岡勝利氏が担当した。1997年にはプレイステーションに移植された。文字通り街を経営することから、その規模はシムシティシリーズと比べて小さく、ゲーム内容も下記の点などで異なっている。しかし、シナリオモードがあること、シムシティがある。 一定の人口を目標に設定していたように、町内の経済、行政、環境管理に勤しんで獲得できるベストタウン賞があることなどから、シム式シリーズの圧的存在と言える。ゲーム誌、ファミツーのクロスレビューでは、合計28点、ファミリーコンピュータマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は、以下の通り20.9点となっている。ありがとうございます。